東京都渋谷区恵比寿で開業しています橋本歯科橋本です。麻酔をしない歯科治療、歯を抜かない歯科治療を行っています。そして十分な説明とカウンセリングのもと治療に入っていきます。歯ブラシをすると上の歯の内側ですが出血するということで審査をいたします。すると歯と歯の間の歯茎が赤く腫れているのが分かると思います。そして軽く風を当てただけでこのように出血をしています。少し器具を入れるだけでもこのように出血していきます。こちらの部分もです。つまり歯ブラシでこのように当てることによって出血してしまうわけです。ですから炎症がある。ではそしたらそれをどうするかということをお話しし、歯石、プラークがついていればそれを取ります。このように出血していきます。このようにカウンセリングでお見せし、そして次回どのような処置を行うかということをお話しし、そして治療を行っていきます。麻酔は一切入れません。この出血をどう捉えるかということも必要になってきます。他の部分も全体にこのようにチェックして、歯と歯の間の食べかすの状態もチェックしていきます。